なんだい？バレないようにするの大変だったんだから。はい、彼のノーウィングタグ。ありがとう。彼が身につけていたものが欲しかったんだ。懐かしいな。なんだかすごい昔のことみたい。こっちは私でしょ。それからカズさん、その隣が彼。思い出せないんだろ、彼のこと。僕もだよ。でも彼は確かにここにいて、僕らと一緒に笑ってた。これがその証拠だよ。たとえ思い出せなくても、この僕の喪失感は気のせいなんかじゃない。僕の耳は彼の声を聞いていた。僕の手は彼に触れたことがある。僕の体は彼のことを覚えているんだ。カズさん、エミナ君、協力ありがとう。結果が出せたら君にも報告するよ。うん、頑張ってね。あ、それからあの子たちにあんまりひどいことしちゃダメよ。大丈夫だよ。君に使ったのよりずっと軽い薬だから。ああ。なんだい？エミナ君にはああ言ったけど、君に関する思い出はもうない。でも君のことを考えると不思議な気分になるんだ。なんだい？死者の記憶を失うのはクリスタルの恩寵だけど、君を失って気づいたんだ。僕は忘れたくない、忘れたくないんだ。
なんだい？僕は今ほど君のことを考えたことがあったかな。君の存在を示すものはほんの少ししかない。僕たちは何を感じたり思ったりしてたんだろうね。なんだい？意外とみんなの記憶に残っていないんだな。結局使えるのはこの子たちの分とエミナ君と僕のだけか。なんだい？記憶は頭や心にだけ蓄積されるものじゃない。体の全てに刻まれるんだ。それを抽出して形にする。難しいけどやるしかない。